ハゲバンタイガーファンディング、トラの楽屋トーク。令和のトラハゲバンタイガーファンディング、トラの楽屋トーク。今回は職も教え、自分の長年のコンプレックスから解放され、自分に自信を持って仕事恋愛で結果を出したいっていう小安さんの回でした。お疲れ様でした。お疲れでした。お疲れ様でした。まずは福田社長、小安さん、はい、どんな方でしたか？俺あんまり職もいらない方だったんじゃないのかなって俺はもう印象がもう最初からあって、うん、それよりも何よりもその髪の毛のやっぱりスタイルだったりとか自分磨きっていう風な面で変わっていったら、もっと髪の毛のコンプレックスっていうのはそこまで大きな影響っていうのを心に及ばさない人なんじゃなかったのかなっていうような印象はありましたね。ヘアをカットしてもらったりとか他の社長さんたちからのアドバイスで少し最初の印象から変わった部分もあったんで、これから職務をするにせよしないにせよどんどんなんか変わっていく彼が少しこう垣間見えたかなっていうふうに思いましたね。はい、令和の裏を言う社長と撮ったんですけど、はい、近くで見たら頭皮が結構荒れてて、荒れてる、はい、透明だとそんな分かんなかったんですけど、頭皮ってこの中かな、肌もなんか結構あるってなったからガサガサっていうか、だからさ薬飲んでらっしゃるっていうふうに言ってたじゃん、だそれはあんまりこう体にいい影響がなかったのか、ハゲ対策の薬は別に肌に影響なくて多分日常のケア不足そう、はい、だと思いますね。だからうちのシャンプー使ってもらいたいです。しかもアトピーに効くって言われてます。天然シリカ製で作ってるなので、髪だけヘアラインが下がってもなんかあんま変わんないかなってちょっと思っちゃって支援できなかったんです。なるほど。じゃあ頭皮が良くないから毛質自体がちょっと細いというか弱いというか、細いですね、あ多分それもあると思うんですね。もともとあるでしょうしね、だから結構ちゃんとメンテナンスすればこう強い毛がこう生えてきてボリュームもこう少し出るかもしれないよね。サイカスは悪いのかな、もしかしたらそういう可能性もありますんで、機嫌も剃ったら勝ってですからね。そうか、剃ってから剃ってから、ベアリアって朝シャワーしてきたかって来てくともないんです。だってこの一生残る動画を撮るのに、それは俺だったら気合入れて朝シャンプーしてくるのにシャンプーしてないって言うからね。そうなんですよ、びっくりしましたんだけど、まあでもそういうとこかもしれないです。でもそれももしかしたら自信がないからなのかもしれないです。でも自信持ってたらね、今日女の子にモテに行くぞって言ったらさすがにちゃんと身だしなみに整えに行く。でも女の子と話すじゃなくて、このおっさんたちの話だったらカットしたみたいな、ただカットするときに、はい、髪の毛触るの相当怖がってましたよね。そうですね、どんな風になるのかって不安がってますよ。だからハサミ持った瞬間に表情がパーッと変わったんで、まあ、あの人やっぱりちょっと切られたくないんでしょうね。そうですね、ハサミってあんまり切られたくない人気がしたんで、伝わっちゃってましたね。岩井社長にキレキレって言われて、いやかわいそうだなって思いながら、俺マスミさんいけいけと思ったあんだけミクミクしてたらいけないだろうなと思って、はい、美容師としては、うん、できればこのラインを下がった方がもっと厚みが出るかなと思って、うん、植毛はした方がいいかなと思うんですけど、ただね、頭皮が荒れたりそういう状況だとやっぱしにくいのかなっていうのがありますね。まつげにも目やにが結構ついてそうなんですよ。そうなんですよ、ね、まずそっからですよね。そうです、まず清潔感が、あとまずね服装もね、そうです、服装ももうちょっとねっていうのは、ね、清潔感に欠けてると。そうですね、なのでこの言い方だ、さらに悪口大会みたいなそうですよ、悪口大会みたいな、いい人さ、本当に人柄はめちゃめちゃいい人で、私はすごい応援したいと思いましたね。仕事もしっかりやって、そう、仕事しっかり、自分でメール送って仕事取ってくるってすごくないですか。でそれで生きていけてるんだから十分だ。彼女に別れられたのもその辺があるのかな、清潔感の。いやー、憶測になると本当の悪口になってしまいますね。でもさ、女性の方カメラマンだけどさ、やっぱり清潔感って大事だよね。そうね、皆さんは深く頭が深い、はい、頭ハゲててもさ、清潔感のためにどんなケアをやってるんですか。私は1週間に1回頭剃ってますからね。他の肌ツヤもなんか良さそう。いいですね、あのね、俺ね、お風呂入るときに体洗わないんですよ。わかります？必要以上の皮脂を落とさない。俺ね、年間でね、3回とか4回ぐらいしか体洗わないんじゃない。へー、あとはもうシャワーで流して終わり。昨日も洗ってないですか。顔も洗わない。顔もお湯でこうやってやって終わり。頭とか、ここはシャンプーつけたんだ。シャンプーなんシャンプーここだよ。シャンプーここに使うんですか。ボディーソープで、ボディーソープでいいですよ。こっち使わない、こっち。シャンプー必要ですね。あの今度差し上げますか。サラサラになりますよ。サラサラじゃない。でも今回私出て一番びっくりしたのは福田社長が44で私が信じられないですよ。これ見て
やっぱ髪の毛重要ですよ。井口社長めちゃめちゃ若く見えます。重要ですよ髪の毛。やっぱり。よろしくお願いします。いや髪の毛植毛していきましょう。でもね、カレー撮ってみたら、いろんな気づきがあったじゃないですか今回の。いいですかうち呼んでも。服装汚いじゃないですか。汚いですよね。もうちょっと一回綺麗にして、うちにそういう仕事やってる、全身プロの仕事をする仕事やってるんで、ぜひ行きましょう。はい、それでバーッとしてもそれで植毛に行ってもらえば頑張って。あ、そうですね。あと髪の毛だけってなったら、ぜひ植毛。そうですよね。はい、前にもね、食毛にこだわりすぎて、ね、ですね、それが全て解決するように勘違いしてる、はい、そうですね。本人が身近なものでも解決できることいっぱいあるのに、食毛したからモテるわけじゃないですよ。そう変化しちゃって責任的じゃないですか。あ、なる、自分がモテないのが食毛のせいだと。そう、なるほどね。いい人だからモテると思わないですか。すごいいい人ですよね。優しそうだったんですね。優しい清潔感っていうのと、あと自信がないっていうのはちょっと、あ、清潔感がなくて切れなかったわけじゃないですよ。いや、そういうわけ。もう本当本人が切りたくなかったのでちょっとね、そうですね。井口社長のお店に行ったら僕もカメラ持ってさ、いいですか、行きたいんで。わかりました。いいですね。それではそんな感じで小谷さんの回でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。次は1年で治る無料で植毛できる企画、令和の虎ハゲ版タイガーファンディング志願者募集中。ハゲ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 うるせえ世の中を私たちが黙らせます。お待ちいたしております。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡お願いします。 LINE は概要欄に載ってます。こちらです。